どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はトーク動画ということで、僕が最近思っていること、考えていることを動画にしていこうというコーナーになっております。少し前にこのようなトーク系の動画出してすごく好評だったのでね、まあ僕が普段こう実況動画、プレイしてる動画ではこう話せない内容がこう取り上げることができるので、すごく視聴者さんからも受けが良かったので、これからも定期的に、まあ多分不定期になると思うけどやっていこうと思います。まあ最近の e スポーツ事情だったりゲーム事情だったりを取り入れていけたらなと思います。まあぜひね、リクエストあればコメントで教えてください。まあ僕がね、面白い動画にできそうだなって思ったコメントは、動画で取り上げていこうと思います。今日のテーマはよく来るコメントについてです。僕も動画投稿を始めてもう長くなってきました。もう3、4年、5年ぐらいですかね。やっぱり動画投稿を始めてから今に至るまでずっとね、よく来る質問、定番の質問っていうのがあるわけなんですけども、今日はそれについてちょっとね話したいと思います。まず一つ目ですね、これです。グリードさんのように上手くなりたいです。このコメントはね、すごく嬉しいです。まず僕自身も海外のトッププロに憧れてこの COD をね本格的に始めたので、このようなねコメントがいただけるっていうのはすごく嬉しいです。しかしこのコメントにお答えすると、グリードさんのようにはなれません。すごくね厳しい言い方に聞こえるかもしれないんですけど、まあその今のままだとグリードさんのようにはなれないよっていうことですね。なぜかっていうと、まあこのようなねコメントをしてくれる方はね、やっぱり普通に公開マッチ、マルチプレイヤーを遊んでる方が多いんですよね。まあ、いわゆるコールオブデューティの競技シーン、e スポーツルールに触れてない人なんですよ。やっぱり競技シーンでプレイしてるのと、普通に公開マッチ、マルチプレイヤーで遊んでるのとでは、やっぱりね、こう、実力差というか、まあ、プレイヤーのこうレベルアップの差っていうのはもう全然違うわけですよね。やっぱり競技シーンでプレイするってことは、本当にね、やっぱ自分たちより全然強い相手と、本気で戦えることができるわけですよね。相手も自分たちも本気で、連携を取ったり作戦を決めたりとか、ほんといろんな試行錯誤をして本気でぶつかってるわけなので、それはもう試合の質がねもう全然違うわけですよ、マルチプレイヤーとは。で、僕自身も本当に上手くなったなって思った瞬間はやっぱ競技シーン始めてからですし、一番上手くなったというか、プレイヤーとしてのレベルが上がったなって思うのは、ワールドウォー2で世界大会行って、でアナハイムでこうアメリカ遠征した時ですね。まあ、向こうの現地の、アメリカプレイヤーたちとねずっと交流戦をしてたんですけど、やっぱり向こうのプレイヤー本当にね強いので、まあドラゴンボールで言うとクリリンとセルぐらい違うので、やっぱり自分たちより全然実力が上のチームと練習するっていうのはね、やっぱすごくね実力が上がりますね。まあ大事なのはそこで諦めずに試行錯誤をして練習を続けるっていうところなんですけどね、挑み続けるっていうことですね。つまりマルチプレイヤーで遊んでるだけでは正直、グリードさんのようには、まあ、ラッシュゲーミングのメンバーたちのようにはなれませんね。正直難しいです。だけど僕のように海外プロに憧れて COD の競技シーンに入ったように、全然誰でもトッププロになれる可能性はあります。で、最近入ったねシリウスくん、18歳のシリウスくんなんですけど、もともとね僕の視聴者でした。あのラッシュゲーミングの視聴者でした。それがね今18歳となって、今ラッシュゲーミングに入ってるってなると結構夢のある話ですよね。なので僕たちにこう憧れてる方はぜひね、僕と同じようにコールオブデューティの競技シーンにぜひね入ってみてはいかがでしょうかっていうね勧誘ですね。まあでもね、やっぱ競技シーンは面白いですよ。まあ自分たちより全然実力が上のチームと戦って、実力を伸ばしていくっていうのはやっぱり面白いです。まあでもこれはね、まあまずド M の方でしかダメかもしれませんけど、まあ競技シーンで戦ってる人たちって基本ド M ですよ。イージーモードじゃ面白くないっていう人たちが集まってるので、まあド M じゃない人は正直ね辛いかもしれません。はい、次に、よく来るコメント、おすすめの感度何ですかっていう質問ですね。これはね、まあずっとですね動画投稿始めた頃からずっとあるんですけど、まあこれねたまに答えてます。おすすめの感度ありません。やっぱりね、感度とか設定とかそういうのはね、自分に合った感度じゃないといけないんですよ。そして覚えておいてほしいのは、自分に合ったもの、どんな物事においてもそうですけど、自分に合ったものっていうのは、すぐに答えは見つかりません。結構ねコメントでいろんな相談をしてくる方がねいっぱいいるんですけど、やっぱりみんなねこう答えをねまず最初に求めてくるんですよ。だけどね、答えっていうのは本当にねなかなか出ないんですよ。特に感度なんていうものはプロプレイヤーでも、悩みます。僕ですら悩んでるんですよ。僕も最近ね、感度
ちょっと悩んでます。今作コールドーってね、だいぶモダンオフェアと比べて操作感重いので、僕にとってはちょっと7に上げようかなとか悩んでるんですけど、まあでも66のダイナミックスタンダードでいくと思うんですが、僕ですら悩んでるし、まあこれ名前挙げるとリバレントン稲葉さんとかね、あのツイッターでよくてかずっとね、感度とかね、エイム曲線悩んでるツイートばっかしてますね。あんな上手いプレイヤーですら悩むんですよ。だからね、自分に合ったものっていうのは本当ね、長い時間をかけて見つけていくしかないんですよね。まあ、武器とかもそうですね。AR がいいのか、SMG がいいのかっていうのも、こう長年プレイして見つけていく。自分に合ったものを経験から見つけていくっていうのが大事になってきますので、根気よくね、続けて頑張ってください。そして3つ目ですね。上手くなるコツは何ですか？出た！コツ！コツ！もうコツって言葉が僕、コツって何って感じなんですけど、ほんとね、よく来るんですよね、これほんと不思議なんだけど、コツね、まあ昔はこう、コツコツプレイすることがコツですみたいなことを言ったんだけど、まあまあその通りなんですけど、でもまあこういう質問って質問がアバウトだから僕もアバウトに答えるしかないんですけどね。まあ、大会で勝ちたいですっていうレベルまで上手くなりたいっていうんだったら、それはちょっとね、厳しくならないといけないんですけど、まあ、毎日こう、交流戦して、反省会して、みたいな、研究して、みたいなことが必要になってきますが、まあ、普通にカジュアルマッチで楽しくね、遊ぶ分には、まあ、ほんとコツコツっていうか、まあ、毎日、できれば毎日ですけど、楽しく遊んでればね、まあ、伸びていくと思いますよ。まあ、楽しむことが大事っすね、やっぱり何より。まあ、世の中、自分より上の人なんていっぱいいるので、まあ、他人と比べないことですかね。他人と比べず、コツコツプレイする。で、楽しむことですね。まあ、それが大事だと思います。まあ、最後のコメントというか、まあ、これはね、ちょっと余談かもしれません。最近、こう、よくコメントで聞かれるのが、使ってるイヤホンなんですかっていうね、コメントですね。これはですね、ちょっと大人の事情で話すことがまだできません。情報が解禁されてないので話すことできません。まあもう分かる人には分かると思うんですけどね。でもね、ちょっとまあ、今言えるものとしては、こちら、この前のね、大会で解禁しました、アストロゲーミング A40 のCDL 仕様、コールオブデューティーリーグ仕様のアストロ A40 ですね。こちらヘッドセットはこちら使ってます。めちゃくちゃかっこいいですね、これ。アストロ史上一番かっこいいかもしれません。まあ、イヤホンとはね、また情報が出たらね、動画にすると思うので、それまでね、まあ、首を長くしてお待ちください。というわけで、今日はこの辺りで失礼したいと思います。ぜひね、コメントで話してほしいテーマなどありましたら、ぜひぜひ、ぼしぼしコメントに書き込んでいただければ嬉しいです。というわけで、今日もお疲れ様でした。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと、ね、通知ボタンしてない方、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。